どうも、石川です。はい、これより登録販売者試験対策講座の第5章の2回目始めていきたいと思います。こちらの講座では厚生労働省から出されている試験作成のための手引きを使っていきますので、まだダウンロードされてない方は下からダウンロードをお願いいたします。はい、それでは早速始めていきます。327ページ、製品表示の読み方というところですね。はい、ここではですね、こう箱とか、そういったパッケージとかに書いてある、ね、製品の表示についてのルール、いろいろ学んでいきたいなと思うんですけど、大半はですね、第4章の薬事関係法規のところで、例えば毒薬、劇薬の、ね、表示の仕方だったりとか、あとは、一般用医薬品とか、用紙等医薬品についての、ね、表示の仕方というのを、学んできているんじゃないかなと思います。で、ここではですね、その他、気をつけなくちゃいけない製品についての、ね注意事項が何個かまだありますので、そういったところについて見ていきたいなと思います。はい、では、279行目、丸1番目。使用上の注意、してはいけないことの項において、次の人は使用しないこととかね、そういったことも、ね箱とかに表記がされたりもします。そして、283行目。これに関連して、1回服用量中 0.1ml を超えるアルコールを含有する内服液剤については、例えばアルコール含有〇〇ミリリットル以下のように、アルコールを含有する旨及びその分量が記載されています。はい。なので、ちょっとね、書かせていただきましたけど、アルコールを含有する内服液剤ですね。なんかこう、栄養ドリンクとかでも、そういったアルコールが入っているものがあったりするんですけど、で、アルコールについてはね、例えばアルコールね、全くダメな方もいらっしゃるかなと思います。ね、アルコールちょっと体の中に入っただけでも、アルコールの急性中毒になっちゃったりとかっていう方もいらっしゃると思いますので、やっぱそういった意味では、少しでもアルコールが入っているよっていうところをですね、表記を、していかなければなりません。なので、1回服用量中ですね、ここ、0.1ml。はい、この 0.1 という数字、ね、しっかりと覚えておいてください。ね、0.1ml を超えるものについては、アルコール含有何 ml 以下というように、表記がされたりもします。そうなんだなと見といてもらえば、ここは OK です。はい、では、その次。328ページ、ね、丸2、丸3、丸4というような形で、こういったですね、いろんな注意事項が書かれたりもします。はい、そして、299行目ですね、使用期限の表示ですね、使用期限の表示については、適切な保存条件の下で製造後、3年を超えて正常及び品質が安定であることが確認されている医薬品においては、法的な表示義務はないが、ただ、流通管理等の便宜上、外箱等に、ね記載されているのが通常となっています。そして、配置販売に関しては、配置期限というのが書かれています。はい、ここ、よろしいでしょうか。ね、299行目、ね、特に大事なところはですね、適切な保存条件のことで、製造後3年という数字ですね。3年というところ、ね、3年を超えて正常備品質が安定であることが確認されている医薬品で、安定であることが確認されている医薬品です。ね、よろしいですか、ね製造後3年というところで、安定である医薬品と言ってますので、ここ大丈夫でしょうか。ね、なので、これ第4章のところに関しては、ね3年を超えて正常備品質が安定でないものについては、ね法的な表示義務があったんですけど、今回は安定であることが確認されているものについては、法的な表示義務はないよというところですね。必ず確認しておいていただきたいなと思います。はい、よろしいですか？はい、では、まあ、そんなところで、あとはですね、配置期限、ね、配置販売に関しては配置期限って書いてあるんだなというところですね、見といていただきたいなと思います。はい、よろしいでしょうか。ね、はい、ここですね、特に間違いやすいところなので、第4章、第5章ね、言ってることはちょっと違いますので、十分気をつけるようにしておいてください。はい、そして、今度は310行目見ていただきますと、可燃性ガスを、噴射剤としているエアゾール製品や、ね消毒用アルコールなど、ね危険物に該当する製品については、消防法に基づく注意事項として、下記厳禁というのがあります。
はい、ここに関しては、ね、消防法っていうのは覚えなくてもいいですよ。ね、それよりも、要は、薬事関係法規のね、要は薬事法じゃないんだなっていうところですね、確認しておいていただければいいかなと思います。ね。はい、それからその次もですね、エアゾール製品に関しては、高圧ガス保安法に基づく注意事項として、高温に注意というような形でね、ガスの名称とかが書いてあったりするんですね。で、ここもですね、高圧ガス保安法なんていうのは覚えなくていいと思います。で、それよりもね、ここも、要は薬機法じゃないんだなっていうところなんですけど、ここで一つ注意があります。ね、高圧ガス保安法って言ってますよね。高圧ガス保安法って言ってますので、ね、ただ注意が高温に注意なんですよ。ね、これ、道路看板車の試験ではね、こういうふうに切り来たりするんですね。何かというと、高圧に注意とかって言ってきたりするんですよ。へぇーみたいな。ね、高圧ガス保安法なので、高圧に注意とかって言ってきたら、これ、バーツなのでね、十分気をつけておいていただきたいなと思います。高温に注意ですのでね、ね、ここ特に、気をつけておいてほしいなと思います。はい、よろしいでしょうかね。まあ、その後はですね、資源の有効な、利用の促進に関する法律で識別マークっていうものがあったりしますので、こういったものがあるんだなっていうのを、見といていただきたいなと思います。ね、このあたりね、まあ、特にこういったところですね、ホワイトボードに書いたようなところですね、注意しておいていただきたいと思いますので、しっかりと復習しておいてください。はい、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ、LINE アットなどお友達登録していただきますと、質問等も受け付けていきたいと思いますので、ぜひ、お友達登録お願いいたします。はい、それでは本日も、動画聞いていただきましてありがとうございました。